って落ちてしまったんで、ちょっとだけ来てる。ちょっと申し訳ないですけど、待ちになりますね。了解です。ちょっとごめんなさい。原因がわからないんですけど、もしかしたらおごられくんの時に、皆さんあそこで、あ、出ましたね。ランケーブルが接続されてません。ランケーブルって、ね、ランケーブルってあれですか、あのネットつなぐやつですか。あー、可能性。はい、昨日ランケーブルぶち抜いた人がいるって話を聞いたんですけど、はい、あ、それ身内ですね。はい、全然問題ない。俺割とお酒は強いね。問題ないです全然。まだいけるよ。僕あの知ってますよ、あの最近僕覚えたんですよ。僕機械苦手なんですけどね、最近 HDMI ケーブルっていうの覚えたんですよ。あの赤と白と赤の上位互換。え、違う量産。今信号機やったら渡れない状況作れました。赤と白と青は信号機ですね。今赤に1回出ました、もしかして。量産、あのね、もうごまかせないんだ。ひょっとして酔っ払っている。もうバレた。あ、じゃあ配信の方大丈夫ですかね。あ、はい、戻りましたかね。はい、ではすいません、ちょっと戻りました。はい、では大丈夫です。はい、あ、まあ、ちょっとまあ置いても、まあもう本当にそこが自由なんで。よかったね、りょうさん。あの戻った瞬間に赤と白と赤っていうコメントだけは拾われたよ。やめろよ。あの名言ボットが生まれました、ね、俺覚えたから HDMI ケーブル。やめて。赤と白と赤ですね。はい、すいません、こんな雑談がつなぎました、はいね、じゃあ、一気ちょっとごめんなさい、ちょっとだけ待ちに入りますかね。申し訳ないです。まあじゃ あの真面目な話をすると、赤と、いや、しないから。しないから。しないですか。だいぶ怖い。ネット社会に怯えている。ちょっと、まあ、まだちょっと気持ち待ちの状況ですかね。そうですね、まあ、あのね、インターネットなんか知らなくても生きていけるんですよ。ほう、インターネット、うん、難しい。赤と白と黄色、それの上位互換が HDMI ケーブル。しかし大丈夫ですかね。はい、ごめんなさい。じゃあまあもうお二人が行けるタイミングで、はい、もうこれ押したら始まっちゃうんで。そうですね、ここでちょっと気持ち切り替えていただいて、ね、いけるタイミングでお願いします。お互い同意で大丈夫ですか、うん、はい、では、はい、ドラガチャ1本。そうですね、ごめんなさい、ちょっと途中から配信が切れてしまいましたが、先勝したのはドラですね、はい。まあ、さっき最後 DID あえてラピキャンしないという相手を信じる選択肢をした子だったんですけど、さあ空投げでマジレスされてしまいました。そうですね、あれ一番の答えですね、おそらく。さあ、2D2D2さあ、手踏み込んだ通り、ここは立ち絵が置いてある。さあ、3枚選択から。さあ、この距離タク。さて、ここで引っかかってしまって、ここで4枚。気づけば4枚。これが見えないやつ。見えない、これは見えない。さあ、あっという間に小型の体力が2割切っている。いいガードですね、今のは。立ち見、6進。さあ、この体力、ラグナだったら絶望を覚えたい。まあ、さあ、先ほどのここは2へ、失礼、2置きを置いて最速で立ち選ばれていく。リーチをかけたドラ。どうしても意識配分変わってくる、こんなされると。空想から2で絶えず押しているドラ。空想でさあ、小型のディバイダーを怖がりません。集団打ってく、これは美味しい。この指導は結構減ってるが、さあ最速バスト、ここは殺していきたい。試合で打てる。さあ、ノーゲージですよ。6D しっかり直下して試合空投げからの、さあ打ってく打ってく、凄まじい距離空投げて、次の雨あられ、そのまま殺していく。勝ったのドラ。もう展開の速さで持っていきましたね、本当に。いつか来るとは思ったんですけどね、もう無理だろうな、あそこまで空気の巻き方うまいとな。まあ意識配分途切れますよね、どうしても。そうですね。そして、ルーザーズ、はい、今ので決定となりました。あ、もうルーザーズはドラが、はい、ドラの勝利ですね、はい、ということでルーザーズ勝ち抜けはドラです。じゃ あ残っているメンツは、金字タオカか、金字タオカか、そしてお茶いざよいのウィーナーズで勝った方が、はい、ドラと。じゃあ先に、わ、はい、かりました、ウィーナーズのですね、残ってる2人、ボタンチェックの方だけ、はい、レバー交換等もあると思いますので、そちらの方の用意だけ、よろしくお願いいたします。で、今のうちにこちらではおごられくんの方の紹介、はい、おごられくん、ちょうどドラさんにワインボトル白が、はい、こちらです。まんじゅうさんでいいのかな、まんじゅうさんですよね、これ。そう、はい、まんじゅうさんからチキチキバンバンとのことです。次はもうちょっとポーカーのルールを覚えてからやるようにしましょうね。エボでまた来年待ってるんで、今年はいけないですけど、やりましょう。
すいません、あと浅井さん、亮さん、あ、金次さんはこれからですよね。稲葉さん、もけもけさんいらっしゃいますか。はい、あ、浅井さん、はい、アバランチ下っ端さんからレモンサワーが入りました。はい、メッセージがカメラに向かってバレ、すいません、もう一度いきますね。もうほんとてんやわんやで申し訳ないです。もう一度いきますね。アバランチ下っ端さんからカメラに向かってバレットオフを宣伝するチャンスです、隊長。はい、ありがとうございます。8月2日新宿スポランでバレットオフやらせてもらうんで、皆さんぜひ時間があればよろしくお願いします。イエーイ。はい、りょうさんは、りょうさんと金次さんに今からなんで、はい、ペッパー博士さんから、ドクターペッパーです。ペッパー博士さんが、はい、応援してます、頑張ってくださいとのことです。すいません、負けました。まあ実況頑張るのでお願いします。金次の方も応援も引き続きお願いします。ドクペいただきます、ありがとうございます。はい、もけもけさんがどこにいらっしゃるか誰かご存知ですか。はい、あと稲葉さんは漢字の稲葉さんで登録しての稲葉さんですよ。はい、稲葉さんにはマイルストーン高山さんからハイボールピッチャーが入りました。はい、メッセージがお疲れ様です、直接ご挨拶にお伺いするべきところ、おごられくんから失礼します。 Twitch 拝見しております、皆様にもよろしくお伝えください、ついでに告知もいただけると幸いです。はい、これから撤収作業があるんですが、一応告知を、配信ご覧の方にさせていただきますと、当ゴッズガーデンの、オリジナルグッズ、タンブラー、iPhone ケースと、発売中ですので、もしご興味がある方はちょっとあのゴッズガーデン公式サイトの方から、バナーを踏んで飛んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。大丈夫です。はい、でコップです。はい、よいしょ、あ、じゃあ置いといて、はい、後で、はい、もけもけさんは今いらっしゃ、あ、上ですか、後で降りてきてくださると助かります。もうちょっと時間かかりますかね。ああ、もう多分大丈夫だと思うんですけれども、はい、はい、こちらでスポンサーさんの方から、商品紹介があるということなので、この後優勝を控えてる人たちには気になるところだと思うんですけれども、いやー欲しかった、僕も俺も欲しかったな。僕個人的にあのベスト8のじゃんけんしたかった。あ、さてこれはさあ紹介宣伝ですかね。はい、はい、皆様お世話になっております。今回もですねスティックの方で、会場で機材を置かせていただきました株式会社ホリーより参りました、広報の A と申します。初めての方は初めまして、久しぶりの方は、また僕ですということでよろしくお願いいたします。はい、今回ですね、まあ会場の機材だけではなく、4位から1位の方にも株式会社ホリより弊社の発売している商品、こちらの方のプレゼントを持ってきましたので、簡単に紹介の方をさせていただければと思います。会場のブレイブルー、まあ、昨日もギルティ、参加されている方多数いらっしゃると思うんですけれども、PS4 とかって結構皆さんお持ちなんですかね。 PS4 お持ちの方ちょっと手を挙げてもらえたりしますか。結構いらっしゃいますかね。あ、結構いらっしゃいますね。なるほどですね。はい、ありがとうございます。ということで、まあ、今回ですね、4位と3位の商品の方はですね、この PS4 用のヘッドセット、こちらの方を持ってまいりました。まずは、まやさんの右手にある方が、ステレオヘッドセット 4HG、 こちらが、今回4位の方への商品となります。機能としてはですね、取り外しができるマイクと音をですね変に加工せずにストレートにゲームの音を再現するというヘッドセットになってますので、まあ、あのコンボヒットの音確認をされたい方には最適のヘッドセットとなっております。続きまして左手の方にありますこちらのヘッドセット、ゲーミングヘッドセットオールギア4の方は、こちらもともとは FPS や TPS 用に開発をしました、普通のオーディオモニタリングヘッドホンと同じような機能波形が出せるような、まあ、ちょっと高性能なヘッドセットになっています。こちらの方もですねマイクの方は移動可能で、 FPS、TPS だけじゃなくても家庭用の格闘ゲームでのヒット確認、もちろんこちらもできますし、まあ、大型のものになってますので、部屋の環境音とかですね遮断したい方には最適の大型ヘッドホンとなっています。こちらの方が、3位の方への、今回は景品となってございます。
こちらのステレオヘッドセット 4HG と、ゲーミングヘッドセットオールギア、こちらの方は両方ともですね好評発売中となってございますので、もしヘッドセットお探しの方は、ご読みいただければ幸いでございます。では続いて、これから、3位か2位かの争いが行われる前なんですけれども、その2位の方にはですね、今回会場の方でも協賛させていただいておりまして、次回のアークレボ2015こちらの方でも公式機材として採用されることになりました、 PS4 PS3 両方対応のリアルアーケードプロ V はやぶさ4プレイステーション4プレイステーション3こちらの方が1台プレゼントとなります。もちろん今回いらっしゃってる方々ですね、特に家庭用の方や、まあゲームセンターよくやってる方多いと思いますので、もしかすると持ってるかもしれないんですけれども、こちらの方は弊社の2番目の商品ということでご展開させていただきますので、どうぞご愛用いただければ幸いでございます。こちらの方も全国のですねゲーム堀製品取扱店とインターネット通販サイト、こちらの方で好評発売中となってございます。そして最後に本日の優勝商品はこちらのさらに上のモデルになります、リアルアーケードプロサイレントハヤブサ4プレイステーション4プレイステーション3こちらになります。こちらは筐体こそですね今回使っていただいていますリアルアーケードプロ V はやぶさと全く同じではあるんですが、専用設計しましたサイレントはやぶさレバーとサイレント黒ボタン、こちらの方を搭載しておりまして、はやぶさサイレントはやぶさレバーに関してはスイッチも使ってませんので、接触音以外のスイッチ音一切いたしません。こちらのレバーの方は実は昨日ちょっとフォーゲーマー様の方で記事ご掲載いただいたちょっと簡単な紹介とかもありますので、ぜひお時間ある方はフォーゲーマー様の記事拝見いただければと思います。こちらの最上位モデルですね、リアルアーケードプロ V はやぶさサイレントはやぶさですね、こちらの方も全国の販売店の方で好評発売中となってございます。ちょっと今人気で品薄気味ではあるので、ぜひですねお探しの方は、特に家で夜や隣の方が気になってなかなかプレイできないという方はぜひチェックしてみてください。こちらの商品が優勝の方にプレゼントとなります。株式会社ホリの方ですね、今回もゴッツガーデン様のご協力いただきまして、皆様の方にこういった形でのご紹介させていただきました。今後も格闘ゲーム用の機器ですね、いろいろ開発中の商品がまだまだございます。ぜひとも皆様ですね、格ゲー盛り上がっていく中でホリ製品ご用意いただければ幸いでございます。本日はこのですね、緊張感ある前にちょっとお時間いただきまして紹介させていただきました。本当にありがとうございます。また引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。以上です、ありがとうございました。ありがとうございます。では、優勝そして準優勝そして3位4位までと商品が出るんですけれども、ごめんなさい、ちょっと先ほどのごめんなさい僕、間違えたんですけど、ルーザーズファイナルではないんですね。そうですね、ルーザーズで抜けたのがドラで、この後ファイナルが控えているので、はい、ちょっとファイナルではないと、すいません僕の方が間違えました。まあ、もう上位3人は固まったと固まったという形になるんですけど、まあ、金次、お茶、まあ、陳井座酔、ドラというこの3人で優勝を争うという形になりますね。なります、ごめんなさい、訂正させていただきます。はい、では、お待たせいたしました、ウィーナーズの方、進めていきたいと思います。はい、では金字タオカがバーサス、お茶入れたい準備ができたらスタートボタンを押して始めてください。まあここまでタオカがやはり先ほどのガリレオ戦もそうですけど F 式そうですねを最大の攻めの起点にしているキャラ、しかしこのイザヨイという対戦相手 F 式が対応していない、効かないんですよねこのキャラ。まあだからこれをどうしていくか、あるいはどう裁く。さあしかし金字タオカが F 式だけに頼った立ち回りではないんですよね。そうですね、明らかにアドリブ素晴らしい、ダウンをとしっかり取る連携、あくまでアクセントで、F 式を使ってその付随として F 式があるといるんですけれども、その以外の部分でしっかりと空対空なり対空なり落としていく。さあ初手は金字、しかしジャンシーかぶせていったのはイザユ側ですね。このイザユのジャンシーも非常に強いかぶせなんかありそう。さあここはバースト使っていく、お互いバーストを使って体力はまだ5分の半中といったところが若干ぐちゃったものの、もう一度立ち回り、さあ今度はお互い保険がない、一旦様子見、お互い無理な攻めはしませんが、下段刺さる、タオカカに地上戦制していくっていうのは相当強気ちゃ強気なんですよね。さあイザヤのしゃがみ攻撃は C 系統以外は全部下段なので、はい、タオカカとちょっと近いんですよね。やはりこの 2B が目立つとこまでいても、まとわりつかれるか、雨はじこれは苦しい、コンボミスしてもう1度立ち回り、しかしジャンシー
おい、来て来て、この指導はそこそこ減って運ばれる。さあ田岡が何はゲージしか残ってない状況でお互い何を選択するか。地獄の置き攻めが今のロックビーはおそらくめくられてしまったが、これはおそらく、あ、残る、どうなる、ガキャン、さあどうなる、いざよいとしてはドットを削る作業だが、しかしここまで時間をかけるとやはり戻ってきてしまうものがあるんですけれど、忘れてはいけないのは OD の存在、ジャンディから6果たして、こぼして、時間の考慮を考慮して、やはり使う、これは殺し切れず、ジャンシー当たってしまった。まあ冷静だったのはお茶、ここおいしいっしょ、結果としてバーストも残っている。そして緑のある相手のオーバードライブを使わせたというこの光景、ホバースカカノゲダン。さあ体力の少ない田岡ではこのオーバードライブがギリギリ戻ってくるか来ないかといったそういう時になる。さあ流れ的には何だかしたいが、もう一度ゲダン6へ大きい、早めのバーストから逃がしたくないホバー攻撃、これはこれはバーストが帰ってこない、やはり帰ってこないですね、やはりあそこのイージスまで行ってしまうともうおそらく死んでしまう可能性もある上に、イージス食らったらその後の一発は絶対バッちゃうんで、はい、ここのバーストはやっぱり先ほどの1ラウンド目が、かなりエグかったといったところでしょうか。HP の少ないキャラクターはどうしてもバーストの回転率の悪さは否めない部分ではあるので、そうですね、慌ててバーストしてしまっても無理でしたと。さあ先勝したのはお茶、まあこれ見て金字どう動き、いやー空対空制していく。さあこの男至って冷静である、しかしここでアドリブ金字も引きずり下ろす、ここで割っていく昇竜、忘れていけないですね、昇竜拳やはり持ってるんですねこのキャラクター。さあ逃げで絡み取ってバクセさせねえよと、しかしさらにもう一回バクセからのターチビーが当たって準備万端、いざよいが来る、2ビーが強い、地上戦強い、ほばしほばし、ここはバーストをケアした様子見、しかし見てるのはチンガはこれはまさかソニックからの勝利ガードしてるが、その頭に、さあここでリーチをかけていく、さあ避けたもののバックステの硬直にしっかりとジャンピーでかぶせていく、ここは低空ダッシュで補正を切っていく、体力が3分の1溶けたところでまだまだ倒がこの弾は続く、置き攻めバックステ借り切れず、あの落ち際のジャンシーがマジで強い、落ちないですねあれは相当早出しな限り。さあ今のソロロクの手が刈り取られる、判定がめちゃ強い。さあ開発が見てたら次回作ではどうなってしまうかわからない感じ、見てる見てる、体力ゴブル状況、ここが空洞拳、さすがにライン上がっていたのにはこうジャンプ攻撃しっかり見ていました。田岡からの強みである F 式が活かせないというこのキャラクター。さあそして安直に上からカウンセリングと待ってましたと対空からいきなりダメージを持ってかれる、しかし早いこの2キャラも。さあお互い攻めの起点を、攻めの起点をどちらが作るか、でも徐々に下がってきてここで高がさあクラー上げ、 OD が光ってるこの状況どうなる、6へ置いてるバースト使う、どう出る、逃げて上からかぶせてくる、しゃがみが触って地上制を制したのは禁止、ここはラピアンからのゴーミス、ゴーミス、じゃあアウチ中断、これはアストラルリード決めてか、さあこれでウィナーズ勝ち上がったのはお茶、今回つながるんですこのジャンプ A からアストラルが、あ、曲が家庭用限定ですね、あ、違うんですね、そうですね、家庭用限定です。まあバーストもたまりそうな状況だったんでもう間違いない選択肢でしょう。そうですね、僕はジャスティスが来るかなと思ったんですけど、ここからアストラルが繋がると思っておりませんでした。繋がるんですねこれ。さあ長かったウィーラーズを制したのはお茶、 お茶。さあ最後の相方の席をかけてこの後ルーザーズファイナルに移りたいと思います。ではルーザーズファイナルの方は金字とドラですかね。はい、まあ、あ、合ってますよね。まだじゃあおごられくんの方ですかね。はい、おごられくんが金次さんに来てます、はい、先ほどりょうさんにも渡したんですけど、ペッパー博士から応援してますとのことでドクターペッパーが来てました。ルーザーズになっちゃいましたけど頑張ると思います、ありがとうございます、頑張ります、
あともう一件、メカスエさんからコカ・コーラで、イノのお姉さんはすごいおねしょた度が高い雰囲気あるけど、おねしょた勢の近似的にはどう思う？それを目の前で言うんだ。目の前で言わす。素直な感想を言えばいいんだよ。今思ってること解き放てばいい。誰もおらんとして。もちろんもちろん。今お前実質一人ぼっち。とてもいいと思います。素直でよろしいと思います。ありがとうございます。まあ、あの今言われたお姉さんとも全く動じてないあたりがすごいですよね。もう慣れてるんですかね。あ、はいはいみたいなね。いや何も聞こえなかったです。はい、何も聞こえません。あとモケモケさんは今上にいらっしゃいますか。モケモケさん、あそこにいらっしゃいますね。入り口にいらっしゃいますね。はい、じゃあモケモケさんに。じゃあ、ちょうどなんで通してあげてください。はい、はい、あちょうどよかった。モケモケさんにはこれはシンバルスでいいんですかね。シンバルス6022さん。からモケモケさんに お疲れ様でした、お口直しにどうぞとのことでウーロン茶です。あ、すいません長いこと受け取れなくて申し訳ないです。ありがとうございます。 あともう一つモケモケさんには矢神小鉄さんからハイボールピッチャーです。モケシ次の1系に備えて飲めとのことです。これも早く受け取れなくて申し訳ないです。次の 1K よくわかんないですけど、ちょっとまあありがたく飲まさせていただきます。多分これ飲むと寝ちゃうと思うんでよろしくお願いします。はい、はい、それじゃあおごられくん以上になります。 ありがとうございます。ありがとうございます。おごられくん参加していただいてくれた、おごってくれた方ありがとうございます。いや本当皆さん、てか、まあ、僕めちゃくちゃやってもらったんで本当にありがたい。あ、受付はまだやってる。あ、まだ受付はここに溜まってるのがようやく皆さんの努力の優勝者に対してテキーラが飛んでくるんですよ多分。ちょっと俺潰してみ、まだまだ足らんで、ほんまにお酒の方やめろ。余裕なんすか。では、さあルーザーズファイナルの方、決めていきたいと思います。そうですね、改めて見ていきましょう。惜しくもウィナーズで敗れてしまいました。金次に対してここまで這い上がってきた男ドラ、しかしこの組み合わせはまあ昔から言われているバングがきついという、まあ、昔から変わらないこの感じ。しかし初手はドラガード固いな金次。さあもう長年やはりコマ投げ、長年田岡がに分からせてきたこの男が雪辱を空に立ち取ってしまった。田岡がの体力だとという間に溶けそう、これは溶けそう、見当たらない。じゃあ HP に余裕があると言っても、さあここはジャンディーで落ちてきます。さあ一本取ったらドラ、これ見て金次どうしますかね。まだ駒投げという存在よぎるんですよね。さあ一度見せるだけで効果が出ます。じわじわ来る駒投げという崩し、序盤の1手目で通されるとどうしてもよぎるんですよね。さあドラの攻めの懐の多さはかなり多い、かなり走っていきましたが、しっかりとマジレスを抱える。さあこの釘があると、さあここは走り込み、地上戦、そうですね、2へ置いてあります。あっち振ってる、あ釘を使って表裏たくしたかった感じ、無理やり攻め立てる、立っている、もう一度ちょっと立っている、もう一度無理やり攻める、無理やり行く、ジャンディーにはガードコのマジレス、さあ引き抜くが遅い、かかるな、この位置は来るでしょう。ガーキャンをいただく形、どうしようか、あの上の釘やはり来る、画面端体力は若干ゴールだが、さあここは中段だけ見せていく、バースト剥がれと、そうですね、おそらく多分死んだかと思います、まあ、死にましたね今の。さあ体力的にはかなり苦しくなった田岡ですが、捕まえてしまえばワンチャンス。さあここからが問題、さあ 2D の上からかぶせていったジャンビーから田岡がゲージが潤沢、この地獄をどう出るジャンビー、まあ、やはり安定、ここからが問題、ダッチに当たってムサムサ冷静だ金次。さあここからまさか死ぬのかこれ、さすがに使う、しかしジャンディ当たる、苦しい、ジャンディ着地してしまったか。さあここはギリギリ首の皮一枚つながる、勝ったの記事。さあ先ほど同様、目立ちますねあの釘、そうですね、あそこにいるだけであの男のプレッシャー度が上がるっていうのはすごいですよね。もう途端にやっぱり、まあ、使われた瞬間に現れるんですよね目の前に、嫌な時間動けないんですよねこれ。2個目、さあ増える
もちろん最終的な状況としてバング側が首を使っている状況は変わりがない。そうですね。そしてあの距離で田岡が物を投げた瞬間に多分ドラが突っ込んでいく。フェイント見えてる。今見ました、金字田岡がロケ出せましたよ今あの速さで。お気にしろ何にしろやはりその意識が強い証ですよね今のは。そうですね、もう絶対上通さねえかなっていう。お前のさせたことはさせない状況からの F 式。いやー無理かこれは。苦しい、耐えるしかないこの状況。ジャンビン突っ込んでくる。下段が F 式がコンク中段攻めがやっと倒れ込まれ。ジャンディクラこの位置はドラのテリトリーの中。やはりしてくる。4枚は近づき田岡は当たりにくいんですこれ。冷静なの記事。さあこの状況になってもやはりここから動かないかチャンスが触ったのは金次。まあこれ冷静に見ると多分おそらく次の場所帰ってくる前に OD 絡みでどうなるかっていう状況なんですけども、しのげるかドラ。このデンジャーになると精神的にもかなり焦りが出る。冷静なのは金次。補正が切れて、さあここは補正が切れました。 2A ですかね。まあバングタグの象徴的なシーンと言ってもいいでしょ今のは。そうなんですよね、結局自分から行きにくいんでどっかしらで、ね、釘設置か、釘を投げてから行くしかないんですけれども、まあ、金次もやっぱり上から来るのある程度想定していた。そうですね、あの動いた瞬間に 6A が出てるのはまさにその証拠だったと思います。地上戦をなかなか仕掛けることは非常にあの 2B のせいで難しいんですよね。そうですね。さあファーストダッチ取ったのは金次。さあここはもうしのぐしかない。苦しい、もうやるしかない以上しのぐしかない。これも 6C 当たって 3C からの 6D に達しやす。さあしかし疲れやすいんですよバングも。これさあ 2B が当たらなくて引き取られる。 6D 使ってさあ1回の補正切りはしっかり立ってる。ここでガーキャンオディ。さあついてるのは火のみと。これはおそらく確定はせず、しかし上からかぶせ。これは結構痛いですよ。これどうなんですか、4枚集めてきますよ。さあ次切られたらしますよ。6B ラピって、これは田岡からの体力だと。金次まだ我慢している状況。これはでも多分死なないっす。死ぬっすね、ごめんなさい。さあ立ちリー入ったからギリギリ死なないかと思ったんですけど、田岡の体力ではやっぱり死んでしまう。さあ先に1本取ったのドラ。まあやっぱり体力低いからああいう時に目立ちますよね。さあでも使うか使わないか確かに悩みましたね。あれロシが緩やバック捨てで小腹に避けていく。さあ小腹投げ通ればアドバンテージはかなり取れるんですけど、かわされてしまうとご覧の通り。逆に精神的にも全然は通さない。やはり日々の習慣生きている。しかし熱波というかまあ、さあ一気に全部使って、おそらく6シーン。うわーフェイタルフェイタル選択したのは、流れが少し変わるか。選択したのはダメージ重視、そして展開重視。6ミダメージ、ここ使う。さあとりあえず地上戦を制圧するやつ。あれ繋がってる、素晴らしい。でいけ A 釘バックスでかわせる。2D はダメ、コパネマジです。さあ釘を全部使ってこの状況立ち通す、通す、通す。さあってここは押し切った、ドラが一本取り返す。まあもう通さざるを得なかった。あれはもうお願い立ちですかね。もう、まあ、通した以上もちろん大正義なんですよねそれは。そうですね、しかしあれをガードされてしまったのはちょっともうちょっと怖い。さあここでこれがやはり停止性、空気には停止性しっかり仕込んでるっぽい。さあこの 2B 立ちがですね点入れちゃうと、こうなるとバング、もう受けるしかない。地獄6人。さあこの位置は一気に攻守攻殿。さあこれが一回当たるとバングがこうなって、こうなると6円で上見てる。金次受け身取ったところにしっかりと空投げから画面端までもダウン戻していきたかった。ガーキャンオーディ飛んでいって、さあここどうする。立ち見刺さる。 6C 当たらない。さあ補正が切れて、これはどうです。疾風撃はマジレスを捨てるの金次。さあ疾風撃はですね基本上いればかわせるんですけど、しっかりと今みたいに逆方向のディストーション、そうですね、ヘキサを出したってことは対策してるんですよね。分かってやってるってことですよね。さあリーチをかけてる金次。まあバンドの、まあ、共通の悩みとしてこのシャービーくらいの時の画力の低さ。さあ画面端から本命を通したい。リクギ投げて、やはり停止性見えがきつい。さあここは我慢の時間帯、
耐えるしかないバング側。さあ苦しい画面端が待ってる。さあこのデンジャーになった時の精神的ないろんな配慮。しかしドラ頑張っているが6人取って。さあ決定果として攻守が変わる。ここで一気に攻守が変わる。ここで決めきりたいが、あー詐欺にはなってない。さあ詐欺にならない。ビッグに触って表サチ。しかし筋肉ガード硬い。 2B で4B で取る。この体力釘がない。しかしこの前投げ。さあ諦めない男は。さあ1-1。まあある種今のは想定内だったんでしょうね、おそらく5C ガードされることも。さあラストの試合。さあ息を呑む攻防に。どっちが触るか。まあバング触りたいはず。しかし焦点はやはりタオカか。さあしかしドラ崩れないですよ。2D 取る。カウンター。これは4枚玉ということはない。しかし止まらないですね。空投げ。やはり想像というかイメージしたんでしょうね、ここまでの展開を。さあもう 2D もうちょっと取る。ジャンディここは林を選択。4枚結果付き。さあ受け身取らないと。これは危ない。ロッピー通して。ここでバスト。バスト。さあどうなる。後ろから当たりをかかる。なんかあれが嫌な感じ。おまけが来てるが。しっかり使える。クーラー通す。さあこの状況 OD50 ある状況。金字とドラとアニを選択する。 OD裏回りしっかりかけ合う。素晴らしい。チャンシー。にえどうせ勝ったのはドラ。いやもう最後は押し通しましたね。もうあそこまで行ったら確かに上見たくなるよな。まあガードするとこやはり頑張ったドラ。そして 2D、 まあ結果として通したんで、あれはそうですね。最後の OD に全てを託した感じ。そして裏回りから三振ガードしたんですけどね。 そこまで。そしてラピキャン込みのガーキャン展開としてはもう素晴らしかった。やはりどっちが本当に分からなかった。最後のダウン取られてからもまだ全然分からなかったんで。最後のダウンはもちろんぐちゃった瞬間だったんで押したくなるところではあったんですけど、よく攻めましたねドラも。多分上に逃げようとした感じだったんですけどね。まあおそらく上でしょうね。さあ、そして、ウィナーズやはり這い上がってきた。ルーザーズ、出揃うことになりました。では、ウィナーズが1勝ですよね。はい、持ってますね。ですよね、そして、はい、ルーザーズの方が2連勝しなければならない状況と。もうドラはとにかくチンさんに、1回でも負けたらダメです。しかし、2回を2回勝つ、それを2回やる。どう説明したんでしょうこれは。2勝2回って言えばいいんですか。そうですかね。しかし、まあもちろんルーザーズやっぱり目立ちますよね。そうなんですよ。ルーザーズから勝ち上がってくると流れが来るんで、正直なところどっちが勝つか分かんないんですよね。もうゴールが目の前に見えてると、はい、逆になんか焦っちゃって、まあ、僕この間すごく象徴的だったシーンが KSB、はい、僕ウィナーズで残ったんですね。で今までいろんな大会、まあ、もちろん出させていただいたんですけど、はい、どの大会ももちろん緊張しっぱなしだったんですけど、あの時だけは、まあ、ウィナーズの余裕じゃないんですけど、そうなんです、心にちょっとまだ大丈夫ってよぎっちゃったんですよね、どっかで。逆にルーザーズの方は吹っ切れてるんですよね、もう。あ、もう後ないんで、どう、まあ、もう負けたら終わりだからもう勝つしかないんだよねっつって。そういう意味ではまあ勢いももちろんある、ひたすら勝ち続けてきたルーザーズ側。そうですね。いや、しかしてフリキャラにも、いやもう屈しませんでしたね。屈しないドラの今の勢いはかなりやばいと思うんですよね、うん、まあもちろん対するお茶、さあここまで全勝ですから。そうですね、忘れてはいけないのは。もちろんこの全勝という、大きな、まあ予選で負けてるのは多分言うだろうなと思いましたけど、今俺今言うと思ったけどね、あえて言わなかった。予選で負けましたっていう、まあ、結果としてポイントは全て勝っているという状況。さあしかし心に残るプレッシャーはお互い半端ないでしょう。もちろんスズメも今プル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 してますからね。近所のおじさん、なかなか井戸端会議ではここまでは来ない。いつも僕とスプランでね、ブレイブルー対戦するはずなんですよ。気づいたら2時間ぐらい談笑して終わってる。本当に話すだけで終わってる。もう大体ビッグワンで彼が来るとですね、話して終わるんですけれども、はい、じゃ あ、プレイヤーの方に、はい、そうですね、準備の方ができたと思うんですが、じゃあ、ドラとお茶さん、ここまで、はい、そうですね、流れで上がってきた両名に一言ずついただいて、はい、じゃあドラからコメントをいただきますかね。その場でお願いします。その場でマイクあるんでお願いします、はい。
いやー、実は NEC でも決勝いざ酔いで負けてるんですよね。全く同じ流れで、しかも相手もっと強いんで、ちょっともうお酒の力で荒らしていくしかないですね。まあ、とりあえずやれるだけ頑張りたいと思います。ここまで来れるとは思ってなかったんですけど、もう来ちゃったんで優勝します。さて、お互いやる気マックスの状況、さあここではですね、はい、ルーザーズのドラが不利な状況となります。まあ一応、状況だけ説明しておきます。そうですね、ウィナーズとルーザーズの、差ができるんですけど、はい、ウィナーズの方はですね、はい、2連勝した時点で、優勝となります。まあ、おちんさんは、お茶さんはもうこの時点で2回勝てば終わり、2回勝てば終わり。しかし、ドラがこの後勝つには、総計で 4回勝つ必要、最低条件としてまず2回勝たなければならない。そうですね、そこからリセットでもう一度勝負、もう一度勝負となります。あ、もうやられるなら全然それはそれで構わないので、さあまあもうね、決勝でございます。これがグランドファイナル。さあ長かったゴッツガーデン展 BBC B、 いよいよ決勝、決勝に残ったのはこの2人、お茶いざよい VS ドラバング。さあどちらが勝つか、最終戦見ていきたいと思います。やはり引く、クータイク制したのはイザヨイ。さあ開幕は軽く触ったイザヨイがいなしてきたかだ、ジャイオンビ速攻バソ。さあこれはペースを意地でも作らせないといったところなんですけど、さあ足を当たる、これはすごく痛い、対策っぽい動きだな。さあここで選択したのはドラはマーク集めを選択、分からせるには十分の力、クータイクお互い強いキャラ、ジャンビ、あ、失礼、ジャンシーで落ちてくる、ユリオリ当たって毒使って、さあこれは毒ダメージを組めると4000弱のダメージになる。ここは勝利を見せていくか、打たない、非常に素晴らしいカード、上を見てる、やはりチンガは。さあこの状況どうする。さあ体力差はかなりある状況ですが、押してるのはイザヨイ、立ち見スタート、ここはバスト、確かにバスト、クーダメ、さあ抜けていきましたけど、さあ体力はこのイザヨイ、三振刺さる、三振刺さる、さあ滑っていった、一本取ったのドラ、このイザヨイというキャラやはり縦横無尽、早い展開が、ユリアが刺さる、さあバックステ空中くらいになると、これは痛かったが釘出ない、バックステ借り切れず、逃げさせて画面端、ここからイザヨイのターン、スカシゲットだ、ダウンサイドレーバーよかったが、めくり、これはちょっと見にくいやつ、ここも速攻バスト振ってしまった、 2D2 これはダウンを取る形、そうそう、okay、素晴らしい、確かしここバックステ逃げていく、体力は5分の状況から、どっちが掴むことができるか、お互いの目まぐるしい空中戦、さあ何か引っ掛けたらお互いそこからペースを作るキャラクターである、釘を消化しているのはドラだが結果的に触った、さあジャン NC からジャンディはヒット確認しっかりしている、これで4枚揃った状態、着地に待ち構えている、リガード素晴らしい、小投げはスカラして、ここでバースト、グー投げで飛んでくるが届かない、いい選択肢っている、ミスって6D ガードして、ジャスティスガードして 6D、 これは隠る、 6D スタート、さすがに使う、さすがに使う、使っていく、ジャンシー、これは美味しい、いちいち、この組み合わせやはり空対お互い空中攻撃強い、しかもそこからのペースがかなり美味しくなってくる、さあやはり初手はいる、しかし 6B 単発はまあまあよしと、バックステカーレで、さあドッグイツキ、これはかなり痛い、ダメージも4000弱、タッピーから下打っていく、下がる、先ほど一応スライディング見せられた状態でもう一度転移を見せれる、さあ先ほどのスライディングが脅しだと分かっているんでしょうか、この男、投げ抜け、失礼、しっかりバリアを張っている、駒投げ、さあ体力差は大幅にドラ有利、ストリックセーバー、さあジャンプ、折り攻撃、弾がたまる、さあどうなる、次捕まると、これはこの反撃
三振臭い。ちょっと届かないか、立ち振る、逃げ渡って間に合わない。さあここでまず一勝はドラ。今ドラ偉かったですね、ちゃんと小判置いてましたね。置きましたね、今完璧でした。もちろん 3C からのまあ最大反撃だったんでしょうが、その後諦めずにしっかり画面見ていた。さあラストドットでバーストがたまるかたまらないかといった瀬戸際だったんですけれど、今回は逆にバンがラインを先に上げる形。さあジャンエン大きい、ジャンエン大きい、バンの空対空を阻止していく。どうしてもやっぱり空対空は結構意外に部が目立つ形になるんですかね、これは。そうですね、バン側の空対空、その直接的なダメージは起こらないので、はい、ペースを作られるという意味では意外の方がだるそうですね。さあ、まあ、この 2D 目立つに陽気からのコーパン。さあ流れを掴んでいるのはドラ側。しかし以前もゲージもまあ、インストールゲージという形なんですかね、弾の方も潤沢。さあこれはゲランドスカリに対して B がぶっ刺さる。そしてこのダメージである、このゲラ、そうそうだ、ロクシー当たらないが、ほばし、さあ速攻でバス、お互いやっぱりターンを持ってかれたくない。相打ち、毒はつかない。早い動きが。さあ確認はできた、空投げ見えました。どうしても空投げ、やはりイザヨイが分があるか、これはさすがにまだ知らない。さあしかし厳しくなったのはドラ。ノーゲージのバンクどうする、ジャペジャペ巻いてくる、ガギャ嫌な間が流れて、さあラピキャンコミの連携。さあこれは苦しくなったドラ。地上戦先生置いてある、ニエがいい感じに絡めとる。お互いボタンの押し合い、やはり目立つのはイザヤのジャンプ A。 さあこのジャンプ A に勝つのは横から行くしかないですからね。置きとしても非常に強いこのジャンプ A。 さあ苦しくなった、じわりじわり体力を取ってるのはイザヤ側。リクギ投げてとりあえずペースをつける、スカッシュ下段でひとまず画面端、そうそうだ飛ばす、リビーから一旦距離離して逃げがうまい。さあカウンターからヒット確認していく、ここ弾がない状況、無理やり攻めた。ここからどうしますかね、あはり一度戻る。さあ弾がないのでここから戻ったら、勝利って、こいつ昇竜拳、これどうなんだ、マークは火読み、どうなるか、火力は高い、読み切っている、読み切っている、この男弾が1個あるからまだ殺せない。しかしまだ残っているオーバードライブ、逃げをして、さあここで戦勝したのはお茶である。さあこれでまあお茶が勝てば優勝という形、そうですね、ドラはもう絶対に負けられない、もう絶対に負けられない状態になりました。さあここでおとけのさっきのね空投げ読み、心折られてもおかしくない一打。さあここはドラが仕掛けていく、この男心折れていない、いやもう行くしかないですからねこの状況。立ち合いをして、これは運びパーツ、立ち立っている、ガードが硬い、押し合い押し合い、いや結果としてね離れたんで全然ありなんですよねあれ。さあジャンビーの硬直に2位が多分かくっている、2D 読めている、しかし止まらなかった立ち見、これは4枚つかずに始めっぽい。さあジャンシーがカウンターで引っかかるとこの通りである、エリアルから運んで置き止め、こう一緒に前転をしっかり狩る。さあ前転はさせねえよと、弾がでもここでおそらくなくなるので、ここからどうするか、どうする。さあ先ほど見ましたこの状況、まあ、さっきは空投げだった、どうなる、それは空対空、ジャンエである、どこまでも目立ちますねこの空対空ジャンプ。さあ捕まらない、いざよい、もうひたすらやっぱりジャンプしてね隠られないようにする。さあ王子しのいだ三振、これは立ち見えてる、バリアバリアった、ジャンプリーで一回ソニック打っちゃったものの、ジャンエ、ジャンエ、ジャンエ必要に行く、しかしオリジャンプリーで刺さりましょう。さあどうなる、忘れてはいけない、いざよい、さあ静かに触れない、さあこれリーチですね、さあ本物のリーチがかかる、さあリーチを先にかけたらおっちゃん、もう行かざるを得ないドラですが冷静にいなしたいところではある。さてお互い様子見、リリこれは痛い刺激、さあこれはかくっている、三千と玉入って、さらにしゃがみくらい、これはダメージも玉も加速、流れが
さあもう一度やり直し、ニビしっかり逃げている。じゃあ置いてニビ、素晴らしいクダグバックステイ、ビッグイ縦にしない、ここで打てる勇気、こいつここで打ってくる、バックステイ取りられる、しかも完璧に読み切ってる今この連携は、これは痛いやつ、つないで置き攻め、受け身がこれで取れなくなる、嫌な位置に釘がある、これがどっちに転ぶか、今のおそらく接地釘ちょっとよぎった一瞬、さすがに気を使わざるをえない、さあバースト、さあバング釘がない状況、どう触る、さあこれはまさか終わるか、ジャスティスフォーラーしっかり決めてくる、優勝はおっちゃん、さあゴッツが出て優勝はおっちゃんさんやりました、ありがとうございます、素晴らしいコンボ判断、目まぐるしい、いやドラの流れを絶対に使わせないこの徹底した動き、いやもう断ち切ってましたね、完全に甘い一つ許さず、完全に許さなかったですかね、どれか一個でも通ってしまったら分からなかったんですけれど、まあでもあの劣勢の状況でドラもよく駒投げ通しましたよね、一回なんですけどね、あそこで流れは変わりませんでした。さあこの後の流れとしては、まあ、もちろん優勝はお茶以外という形で、そうですね、はい、ではこの後の流れ了解です、では優勝インタビューですかね、もぎ取っていったお茶ことちゃんに今のこの状況を一言いただきたいと思います。忘れてはいけません、近所のおじさんじゃありません、お茶いざよいです。あ、やっぱ近所のおじさんだわこれ、まあ、完全に近所のおじさんですね、近所のおじさんですね、完全にあのゲームセンターでいつも談笑してる人ですねこれ、そうですね。それでは、優勝したお茶さんに、優勝の感想をいただきましょう。いや今作白面からキャラ替えしたんですけど、正直最初もう帰らないから最初は全然勝てなくて、戦線とりあえずやろうと思ってずっとやり続けてきて、だんだん勝てるようになっていく過程がすごく楽しかったです。で今回こういうでっかい大会で優勝したことなかったんで本当に嬉しいです、ありがとうございます。かっこいいなこの男な、いややっぱりねキャラ変えるって大変だと思うんですよ。さあそしてホームである立川勢が称賛の拍手を送っております。皆さんもう一度チャンディ大きな拍手をお願いします。さあここからはもちろん先ほどの、ね、いただきました、はい、優勝商品の授与に移るのかなと思うんですけど、はい、ではここからはですねもうメイン実況であります、はい、サビちゃんの方にチャンゾロの方に、じゃあこれからじゃあもう1位から渡してっちゃいます。3位からにします、あ4位か、じゃあ4位からいきましょうか。じゃあ4位は、はい、それでは、4位の小型さんこちらに来てください。株式会社堀様より、このプレイステーション4専用ステレオヘッドセットですね、ステレオヘッドセット 4HG ですね、こちらが、4位の小型炭酸に贈呈されます。 PS4 専用ということで、いやもうさすがに持ってるでしょ、今だけ持ってないのないですよ。じゃあこちらおめでとうございます。さあ続きまして、3位の金次さんですね、前に来てください。あ、そうですね、小型さんにもらえますか、じゃあまずせっかくだし、はい、じゃあもう一度前に来て一言いただきましょう、一言。やり直し、あ、一言、応援してくれた方ありがとうございます。おごっていただいて、キャブイさん、メカセさん本当にありがとうございます。
なんでまたよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。あれないですか、あの読み上げる紙系、読み上げる紙あります、商品の。あ、もうこれ見たまま言えば OK ですか。続きまして、3位の金次さんには、こちらがゲーム機対応ヘッドセットですね、ゲーミングヘッドセット4オールギア、こちらが、株式会社堀様より、金次さんに贈呈されます。おめでとうございます。あ、それでは一言いただきましょう。まずは応援してくださった方々嬉しかったです、ありがとうございます。そうですね、次はアークレボーですかね、頑張ろうと思います。 F 式の精度ちょっともっと上げてきます。見ていてください、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ続きまして、準優勝の、ブラックアイチームスティックバックドラさんですね。じゃあ前にどうぞ。こちらが、2位の、ドラさんにはですね、リアルアーケードプロ V はやぶさですね、こちらが贈呈されます。おめでとうございます。じゃあ一言いただきましょう。そうですね、まあ、今日はちょっと負けてしまったんですけど、まあ、エボ3位、東海議優勝、 KSB5 位、そして今日ゴッツガーデン2位で、ちょっと結構毎回絡んでるんで、アークレボもやりたいと思うんで、ぜひ応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。さあそして優勝のお茶さんですね、てかこれ商品、あ、そっちもあるのか。そうですね、これとそっちの、はい、あ、そっかそっか、じゃあまだ探してる状態で、じゃあ多分もう一回出てきてもらうことになるな。どうします、あ、じゃあパチさんから渡してもらいましょうか。さあ、はい、それでは、あ、じゃあアクさんのやつは3位から、じゃあすいません、じゃあもう一回、あの、申し訳ないんですけども、金次さんもう一度前に来てください。追加で、はい、商品があります。株式会社アークシステムワーク様より、ブレインキャットリールパスケース、はい、はい、こちらですね、さらに、コレクピタオカカですね、はい、こちらが贈呈されます。おめでとうございます。さあそしてもう一度ドラさん、前にお願いします。はい、はい、了解です。こちらですね、先ほどのものに、はい、プラスされまして、株式会社アークシステムワーク様よりテルメンビーズクッションですね、こちら、はい、さらに、10倍マグカップが贈られます。どうぞ。おめでとうございます。さあそれでは、あ、はい、新宿ソーズ&本館ネシカ8セット稼働中なので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。さあそれでは、優勝のお茶さんに来ていただいて、あ、これ昨日も2015っすか、はい、来ました、株式会社アクシスマーク様より、新横 T シャツ2015、これ何が変わったんですか。字とかのあのこの漢字がはい、あのこのここの漢字があのちょっとね、フォントの漢字が変わってます。はい、ありがとうございます。こちらの、あ、はい、わかりました、新横 T シャツ2015、そして、タペストリーですね、はい、ブレイブルークロノファンタズマバージョン 2.0 B2 タペストリーですね、こちらが贈呈されます。はい、おめでとうございます。はい、あ、そうですね、アークレボの出場権も、贈呈されますので、チームメイトもう決まってますよね。じゃあもう報告して、もう決まっ、もうここで見てるかもしれないですね。
さあ、そしてさらにですね、はい、株式会社堀様よりすいません、リアルアーケードプロ5サイレントハヤブサですね、静音レバー、こちらが贈呈されます。おめでとうございます。さあ、そして、優勝された、お茶さんには賞金ですね、こちら10万円プラス、あれ どうなりました。最後見たところですね、クラウドファンディングのやつですかね。クラウドファンディング600何ドル、はい、じゃあ、さらにそれが、680ドルなんで、はい、それが上乗せされて、上乗せ、はい、まあ、全額ではないけども、 57% ぐらいが優勝、まあ、つまり300ドルは行くということですね。この後の飲み楽しみだな。あ、すずめん、僕あの焼肉でいいんで、お願いします。焼肉です。おめでとうございます。賞金はじゃあまた、はい、後日ということで、じゃあ本当に今日は皆さん長丁場ありがとうございました。あの昨日から多分配信見てる方も多分1日で20時間ぐらい格ゲーの配信見てたんじゃないかなと思います。本当にお疲れ様でした。あと、じゃあ一言ずついただきましょうか。解説のりょうさんと、あとアクツさんと、あとガリレオさん、あの序盤の解説していただいたんで、ガリレオさん、じゃあ先にガリレオをやっちゃいましょうか。はい、そうですね、はい、全部マイクで。あの皆さん本当お疲れ様でした。まあ結果はね、あまり良くなかったかなとは思うんですけど、まあ、正直選手としてブレイブルー、ちょっと長くなってるんですか、ブレイブルーに負けたくなかったんですよね。で、まあ、一時期やってなかったんですよ。まあ逃げてたんですよね。まあ逃げてたし、ね、でまだこの舞台に戻ってくれた自分がもう、それだけはまあ褒めてやろうかなと、まあ、あと2ヶ月あふればるんで、それは優勝します。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあリョウさん、はい、はい、すいません、なんか突如という形での実況と解説ということをやらさせてもらってありがとうございます。予選の方はね、ちょっとまあベスト16という形で落ちてしまう形になったんですけども、いろんな方の応援、そしておごられく本当にありがとうございます。いろんな人で、まあちょっと度々の宣伝になってしまうんですけど、アークレボ1ヶ月前ということで、来月名古屋と九州の方で大きな3をやらさせてもらうので、皆様の参加ぜひとお待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。今回実況解説をやらせてもらいました、私阿久津と申します。3年前のリベンジできたでしょうか。僕はちょっとわからないですけれども、皆さんの評価楽しみにしております。長さん見てるかい、頑張りましたよ。僕はテキーラショットにも負けませんでしたよ。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、皆さんお疲れ様でした。はい、ねものすごくこのブレイブルーこのファンタズマの、ね、集大成に近づいてるかのようなこのプレーをね間近で見れてすごい楽しかったし、今後のねこのゴッツガーデンを皮切りに、まあ、エボリューションだったりアークレボだったり、そしてまあギルディの方も闘神激突、まあ、いろんなイベントがございます。そして、もちろん、アークとしてもこうやって頑張ってくれてるもういろんなプレイヤーのね力にもなりたいと思うので、一緒に盛り上がれていけたらなと思うので、これからも応援よろしくお願いします。皆さん今日はありがとうございました。パイさんでした。ありがとうございます。さあ、それでは本当に2日間丸2日丸1日かな、本当にお疲れ様でした。配信見てくれた方、あ、じゃんけん大会あるから帰んないでください。グッズがまだ残ってるんで、こちら欲しいなって方は残ってじゃんけんしててください。はい、じゃあ遅くまで日曜日に、あ飲みたい方ハイボールもあるんで、こちらもよろしくお願いします。すいませんね、いろいろ本当にお疲れ様でした。はい、上園さんとハメコさんに GT さんから最後のおごられくんです。ハイボールピッチャー2つ今そこにあるんですけど、はい、メッセージがお疲れ様です、皆さんで飲んでください、そして肝臓を壊そうとのことで、はい、賞金が増えたことによって増えた4つのピッチャーもあるんで、合計今6つのハイボールピッチャーが後ろで待機しております。
伊賀お疲れっす伊賀お疲れっす、これ伊賀お疲れっす、ありがとうございます。じゃあ最後にもう飲んで日曜なんで、あの終電気をつけてパーティーやって帰りましょう。お疲れ様でした。じゃあ次は11かな、11で、まあどのタイトルやるかは分かんないですけど、一応11でお会いしましょう。お疲れ様でした。